皆さん、こんにちは。以前、SixTONESの田中樹さんと見られる男性のプライベート写真や動画、LINEのスクリーンショットが流出するという騒動が勃発したことがあります。流出元は、田中樹さんとつながっていたとされる一般女性で、自身のインスタグラムアカウントにこれらを次々とアップしたのです。多くのSixTONESのファンは、流出した画像や動画が過去のものであると特定し、自己顕示欲の強さを垣間見せる女性の方を糾弾している状況です。しかし今回の一件では、とある優等生ジャニーズタレントが流れ玉を食らっているのだそうです。むしろ田中樹さんよりそちらの方がダメージは大きそうです。この時流出したのは、例えば田中樹さんと見られる人物が愛犬との自撮りを添え、髪色変えたよ俺と報告していました。また女性からの樹君は〇〇のこと嫌いなんですかという問いに対して、好きだよと返信しました。はたまた、まず人間なんて生まれてきて飯食って仕事して、たまーに美味しい飯食ってで死ぬまで生きる、それで上出来なんだよと人生哲学を語る LINE のスクリーンショットなどもありました。また中華の出前を食べている写真、ベッドで眠っている動画など多岐にわたりました。この女性は流出させた画像に、ここに載せるより文春に売った方が良かったかにゃ、自撮り送られてくる世界線で生きていたの懐かしいなってだけだからごめんなど、SixTONESファンの怒りを煽ろうとするコメントを載せていました。こうした文言から女性の強烈な自己顕示欲を感じ取ったSixTONESファンは多かった様子です。女性の挑発に乗ってはいけないという空気が高まり、 SNS にはファンがいかにノーダメージであるかを主張する投稿が相次ぎました。加えてファンは、写真に写る田中樹さんと見られる人物の髪色などから、これらの画像はデビュー前のものであると判断しています。中には、過去のことを問題にすべきではないと結論付ける向きもあり、田中樹さんを批判する声はほぼ見られない状況です。そもそも田中樹さんは、やんちゃなキャラクターで売っていますので、ファンもこれくらいでは動じないのでしょう。しかし一方で、この女性は別のジャニーズタレントと見られる人物の写真も流出させていました。カトゥーンの亀梨和也さんと思しき男性の自撮りです。ハットにサングラス、マスクを装着していることから、プライベートの画像なのかもしれません。投稿した女性曰く、これは亀梨和也さんの LINE のアイコンだそうなのです。他にもこの女性は壁に掲示されたケータリングメニューの写真もアップしました。そこには仙台サンプラザホールという日付と場所が確認できます。 SNS では亀梨和也さんが2017年に行ったソロコンサートツアーの舞台裏の写真ではないかと指摘されています。これらの画像から、女性は亀梨和也さんともつながっている可能性が浮上し、 SNS で物議を醸していました。亀梨和也さんはかねてからジャニーズファンの間で優等生キャラとして通っています。2020年8月、ニュースサイトに山下智久さんと共に未成年女性らと飲酒したと報道され、厳重注意の上書面による反省という処分を受けたこともありました。山下智久さんが未成年女性の一人とホテルで8時間滞在したと報じられた末、活動自粛処分になっていました。ジャニーズファンは主席からそのまま帰宅したという亀梨和也さんを好意的に見ていました。他にも小泉京子さんや深田恭子さんといったビッグネームとの交際報道はありましたが、いずれも真剣交際と言われています。亀梨和也さん自身の真面目な性格も相まって、チャラついたイメージはありませんでした。しかし今回、田中樹さんと見られる人物の画像を流出させた一般女性とつながっている疑惑が浮上し、優等生キャラが崩壊の危機にあるとしています。亀梨和也さんは田中樹さん以上にダメージを食らったのではないでしょうか。亀梨和也さんは間もなくカトゥーンとしてデビュー17周年を迎えようとしている身です。昔のことだからとファンに許される立場ではないだけに、プライベートの交友関係には気をつけてほしいものです。ところで、SixTONESの田中樹さんはメンバーの中でも一番モテることで知られています。しかしそれゆえ、田中樹さんは女遊びがかなりひどいようで、カスエピカスなエピソードがたくさんあるという噂も絶えません。
田中樹さんの学生時代の女性関係や SNS の裏アカウントから複数の女性と親密そうな様子が流出してしまったことなどがきっかけで、田中樹さんがカスと言われているようです。田中樹さんのカスエピソードその1、当時付き合っていた女性とハメを外していたそうです。高校時代から女性関係が派手だった当時、田中樹さんは高校の同級生だった女優の夏尾さんと付き合っていたそうです。そして田中樹さんと夏尾さんが朝から2人揃ってタクシーで学校へ乗りつけたり、学校をサボって制服姿で堂々とデートしていたりしたなんて目撃情報もあるようです。夏尾さんと付き合う直前も別なクラスメートの女性と付き合っていたという情報もありました。田中樹さんのカスエピソードその2、裏アカウントから流出した情報についてです。田中樹さんの裏アカで元 SKE48 の佐藤すみれさんとのやり取りが流出したことがあります。裏アカでのやり取りを見ると、付き合っているというわけではなさそうですが、かなり親しげな雰囲気でフランクに会話をしていることがわかります。また同時期に共演していた平優奈さんとの親しげなツーショットも流出しています。これらはどうやらほぼ同時期だったらしく、カスと呼ばれる一員になっているようです。田中樹さんのカスエピソードその3、ある目撃情報がツイッター上にアップされました。ファンがいても彼女とイチャつく様子でした。時は2017年12月24日のことで、投稿者が友人田中樹さんの大ファンとイルミネーションを見に行ったところ、田中樹さんと彼女と遭遇したそうです。田中樹さんの彼女は投稿者の友人の持ち物にストーンズや田中樹さんのグッズがあったことを確認し、あざけ笑ったというのです。オタジャン量産型と笑い、それを見ていた田中樹さんは止めることもせず彼女とイチャつき続けたのだといいます。この投稿者のアカウントは凍結されており、画像や動画などの証拠もないので真偽は不明ですが、これが本当だとするとかなりカスであることは間違いありません。田中樹さんのカスエピソードその4、ある女性の証言です。2020年3月10日に田中樹さんがデビュー前に恋愛関係にあった一般女性の証言をスクープしました。田中樹さんとその女性は2017年の秋頃に知り合いましたが、田中樹さんはその一般女性以外にも親しい女性がいたようで、2019年春先まで曖昧な関係が約2年続いたのだそうです。さらに恋愛関係にあったその一般女性に対して女の子を紹介して合コン組んでなど依頼していたのだそうですが、厳しい写メ審査があったり、気に入らない子は酔いつぶしてしまったりするなどやりたい放題だったようです。しかも2019年に入ってデビューが決まった頃から女性関係を清算するためか、パッタリと連絡もなくなったそうです。女性の証言が本当であれば、女性に対してかなりひどい扱いをしていたことになります。では田中樹さんは女遊びがひどすぎるのにメンバー1モテる理由とはなぜなのでしょうか。メンバーの京本大我さんは田中樹さんがモテる理由を、優しいというか気遣いがすごくできると話しています。またチャラそうな見た目とは裏腹に硬派で男らしい一面もあるのだそうです。これは本当のようで、田中樹さんは普段から優しくて自然に気遣いができる人のようで、プライベートでも当たり前のように人助けをしているようです。実はまだデビュー前の2014年10月に電車で痴漢を撃退し、被害に遭った女性を気遣って目的の駅ではないのに一緒に電車を降りて落ち着くまでなだめてあげたことがあるのだそうです。助けられたという女性がツイッターでそのエピソードを明かしていました。田中樹さん本人はこれについて言及していないのですが、男らしい一面のある田中樹さんが痴漢を撃退する姿が想像できます。私生活とは裏腹な行為に魅力を感じる人がいるのでしょう。ストーンズはデビューしたのが2020年1月ですから、もう4年目に入りました。最近はテレビで見ない日がないほど大人気になっており、メンバー6人全員忙しく活動されていると思います。そんな中、田中樹さんの容姿の件で誹謗中傷がひどくなってきているのを受けて、兄田中聖さんがかなり高圧的な言動をしてしまったようです。ただそれにしても田中樹さんの最近の痩せ方には見ているファンにも不安になってしまうほどの変化だといいます。原因としては心労がまず考えられるでしょう。兄の田中聖さんが薬物問題で逮捕されるなど、
身内に良くないことが起こっていることに対して心身ともに疲労が蓄積しているのではないでしょうか。病気にかかっているというような発表は事務所からありませんが、田中樹さんには吐きだこがあるという噂があります。そもそも吐きだこができる人は摂食障害で拒食症になったり精神的な疾患を患ったりしている人が多いようなので、もし田中樹さんに吐きだこがあるならば、これはかなり心配な状況であると言えます。しかし映像を見る限りそういったものはなさそうです。いかがだったでしょうか。今回はストーンズの田中樹さんの私生活を主に深掘りしてきました。写真が流出するというのはジャニーズタレントにとって死活問題です。ただそこは天下のジャニーズ事務所ですから、ことが大きくならないよう収めてくれるのが常です。そしてデビュー前の素行というのが問題になるのもジャニーズタレントのあるあるです。デビューできるかどうかわからない状態で青春時代を過ごすわけですから、何もないのがむしろ健全ではないと言えるでしょう。ただファンの心情としては成人君主であってほしいという気持ちも理解できます。特に田中樹さんは良くないエピソードもあれば男気を見せたエピソードもあり、評価がなかなか難しいと言えます。今後は少なくともトラブルを起こさないよう活動してくれることを願うばかりです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。